我々は人物の性別を観察者が見分けるときに視線位置を計測し、その分布を深層学習のアテンション機構に組み込む手法を提案します。観察者が性別を見分けるとき、人物の頭を重点的に見ることが知られています。計測された視線位置を用いて、性別の違いを表す特徴の抽出を狙います。提案手法は、セルフアテンションを改良することで、 特徴マップごとに適した重みを視線位置分布から決定します。提案手法により背景に偏りが存在する場合でも性別を精度よく識別できます。